バートベルゲンは、ドイツ連邦共和国にーダーザク先週、オスナブリュック軍北部のザムトゲマインでアルトラントを構成する町村である。この町は、ハーゼタール保養地の一部として、アルトラントに位置している。バートベルゲンは北ドイツ定地内のアルトラント中石平地の中央に位置する。ここは、谷の砂地の土地と湿った定地に細分される広い平地である。 南のトイトブルクの森から流れてくるハーゼ川は、クロッペンブルガーゲイストにいたり、その上り勾配のために西向きに流路を変える。第3期の丘陵の北側、クバーケンブリュック近郊にあたるハーゼ氷河国の定地では、ハーゼユーバーファルと呼ばれる内陸デルタが形成されている。この内陸デルタの範囲は、アルトラントの領域とほぼ等しい。これは主に氷河の流路であり、 氷河の雪解け水の作用で堆積物が作られた。この付近では勾配が極めて小さく、ハーゼ川が多くの川筋に分岐し内陸デルタを形成しているが、これはバーデベルゲン付近から始まる。ボーリング調査の結果は最上層がローム室及び砂室の高新与の堆積物からなることを示している。最上層の厚さはおよそ五から七メートルであることを示している。 この層の下には約10メートルの厚さのローム室及び泥灰岩の堆積層がある。25から30メートルの深さにある砂室の地層は地下水の豊かな耐水層を形成している。耐水層の最も浅い箇所は2から6メートルの深さにある。バーデベルゲンは連邦道 B68 号線の両側を中心として形成された列村である。東側は主に住宅地が 多くの列を形成しており、西側は道沿いの建物の裏側の古くから存在する農地の間に工場が点在している。1876年に鉄道で結ばれた後、いくつかの工場が進出し、農村から主工業者と商人の町に発展していった。しかし、この町では都市化の問題が完全に解決したわけではない。農地は主にグレインロー、グロースミンメラーゲ、 グローテ、ランゲン、レヒテルケ、フェース、ベーデル、ブルフテンの各地区に存在する。バーデ・ベルゲンは、南はベルゼンブルック、西はノルトルプ及びメンスラーゲ、北はクバーケンブルック、東はリンクラーゲ及びホルドルフと境を接している。この町は、以下の地区から構成されている。ベルゲンは、北海沿岸の海洋性気候から南部及び、 東部の大陸性気候への移行部に位置しており、北海からの湿った北西風により影響を受ける海岸性気候の特徴を持つ。年間平均気温は8.5摂氏9.0度、年間降水量は約616ミ、mm、リメートルである。最も暖かい月は7月と8月で、その平均気温は摂氏17.2度及び摂氏16.9度である。 最も寒いのは1月と2月で、平均気温は摂氏1.6度と摂氏2.2度である。最も多くの降水があるのは6月と7月で、平均月間降水量は 69mm 及び 75mm。最も少ないのは2月と3月で 36mm と 42mm である。5月から8月までの間に、平均20から25日の夏日がある。 雨の日数は12月が10日で最も多いが、降水量4 9ト、mm、ルは平均程度である。テックレンブルクハクジーモンの1175年の文書にパドバージアとして記録されている。1188年の文書ではこの地名表記はバトバーグに変化している。他にも、境界区の文書にも古くからその名が記されている。 1235年に創設された立州主催教区が列村から教会村になる契機となった。バートベルゲンの発展と交易地としての重要性はおそらく日本の重要な交易路が交差する、その立地によっていた。南北の街道については現在も連邦道 B68 号線が建設されバイパス道路によって制御されている。1972年7月1日に グレンロー、グロース・ミンメラーゲ、グローテ、ランゲン、レヒテルケ、フェース、ベーデル、ブルフテンがこの町に合併した。以下の表は、各年の12月31日時点での、超域における人口を示している。数値は、1987年5月25日の人口調査結果に基づくニーダーザクセン州統計、及びコミュニケーション技術局の研究結果である。 1961年と1970年の数値は1972年7月1日に合併した地域の人口を含む人口調査の結果である。地名の決定的な意味については現在も明らかでない。地名表記のパドバーグは、象形を意味するパッドと、旗たあるいは、避難所を意味するベルジュから導出されたものである。別の解釈としては、 古ザクセンの人名バスドに基づきバトバーグという地名になったという説がある。この町の議会は15議席からなる。町長はトビアスデルフラーである。制ル力協会バートベルゲンの見どころの大半は観光街道アルトラントイコールルート経由で行くことができる。有名なのは保護文化財に指定されているアルトラントの農場群とそのほとんどそれぞれに見られる多くの 小さな森である。その他の見どころには以下のものがある。これらは共に町の中心部にある。2013年12月20日まで連邦道 B68 号線が町の中心部を南北に貫いていた。2008年8月28日にバイパス道路建設計画が実施された。バイパス道路は2013年12月20日に工事期間16ヶ月で開通した。 現在、ノルトベストバーンのオスナブリュック・オルデンブルク線が、町内を南北に貫いている。1876年の、この路線開通時に、バートベルゲンにも駅が設けられたが、やがて営業を停止した。最寄りの駅は、ベルゼンブリュックと、クバーケンブリュックにある。これらの駅には、ノルトベストバーンのレギオナルエクスプレス RE-18 が停車する。 この他に廃止されたクバー・ケンブリュック・ライネ線も、この町を通っていた。バートベルゲンからクバー・ケンブリュック行きのオスナ・ブリュック、交通会社のバス路線がある。この他に、民間主導のバートベルゲン住民バス協会がある。この協会は、月曜日から土曜日までこの町の地区とクバー・ケンブリュックの、マルクト広場及び病院等を結ぶ非常に便の良い、住民バスを運行している。 この町の大きな雇用主としては、従業員340人を要する、アルトラントコンビニエンス GMBH がある。バートベルゲン郷土館 EV、アルトラント民族衣装連盟、シャンティーコール、ハーゼユングスは、伝統的な民族活動や地域文化を保護するために、結成された。ただしいずれの団体も後継者不足問題に、悩まされている。かつては、基礎家庭学校、 オリエンテーション段階、本家庭学校及び実家学校で形成される学校統合体は、隣のクバーケンブリュックへの学域統合により、まず本家庭学校が、ついで実家学校が廃止され、現在では基礎家庭学校だけとなった。この他に、福音主義の幼稚園がある。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。